それでは関川選手です。まず浦和戦振り返ってもらって、まあ、1-0 ですけど完勝だったかなと思いますけども、手応えとしてどうですか？そうですね、前半のチームとして前半の入りから良くて、うんうん、いい時間帯に点も決められたと思うので、しかもセットプレーから決めれたっていうのはすごく良かったかなと思いますし、うん、チーム全体でまとまって守れたっていうのはすごく大きいものがあったかなっていうのは思います。うん、あの後ろでねしっかりとこうビルドアップして作ってきたい浦和に対して、はい、あの前から結構ね、はい、プレスいけてたし、で後ろもしっかりコンパクトにしてでできてたけど、マッチの指示、イクマの指示、マッチ君ですねイクマは声出してないの？そこは、まあ、常君とか、まあ、ピッチカーとかケント君の自分の側いてほしいポジショニングっていうのは声は常にかけてますね。うん、そういうのも今こうやって試合出場ね続けるようになってできてくるようになった、少しずつあと他のプレーでもだいぶこう慣れてきたな、安定してきたなっていう風に見えるんですけど、その辺の手応えは個人のプレーとしてどうです？もう少しでも対人の部分だったり、うん、得点っていうのはもう少しなんて言うんだろうな、やっていきたいっていうかこだわっていきたいなっていうのは、うん、自分の中ではありますね。そうだね、だから守備のところである程度こうパフォーマンス出せるようになって、はい、でやっぱセットプレーでの得点っていうのもイクマの特徴だと思うのね。はい、はい、そこはじゃあそろそろ出してくれる？そうそう、はい、まあ、残り3試合で2点ぐらい決めたら2点、はい、出ました。で次が、ホームで大分戦、はい、まあ、大分残留争いしてる中でおそらく必死にこう来るんじゃないかなっていう想定はするんですけども、その辺はもうイメージできてる？そうですね、去年からもやってるので今年も勝ててないので勝ち切りたいなと思います、ね。うん、だからまあ相手は多分おそらくこう前から来るだろうから、はい、そこを受けずにね自分たちのサッカーができるか、はい、そのためにやっぱりライン高くしてある程度やらなくちゃいけないかなとそう思ってるんですけど、はい、相手の立ち位置っていうのは結構特殊というか、うん、自分たちのそのフォーメーションにしたら結構はまりづらいポジショニングを取ってくるので、そういうところもしっかり町君とボランチと話し合いながらはめれたらなと思います、ね。うん、まあ、最後にね、連勝を期待しているサポーターがねスタジアムに来てくれるサポーターもいるし、またダゾーンで応援してくれるサポーターのやつメッセージをお願いします。まずは1試合1試合勝っていくつもりですし、その中で残りの3試合を全部勝ち切って ACL 圏内に行けたらなと、自分たちは全員で戦っていくので皆さんも一緒に戦ってください。お願いします。期待します。ありがとうございます。